はい、皆さんこんにちは、こんばんは、はじめましての人ははじめまして、白子です。今回ね、LR ベジータ4が手に入ったということで、ベジータデッキ、最強のベジータデッキを組んできました。で、今回ねイベントでどれだけ通用するかやっていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。遅えな回線がで、まあ有利属性、対属性とかにやってももうないんで、どれにしようかな。いやー、ブロリー楽だけどな、どうしようかな。まあゴジータでいこうか。ゴジータでいきましょう。でこちらのベジータ4をお借りします。で、自分のデッキがねこんな感じですね。無課金で手に入ったベジータ4で、こちらなんと1凸してます。でこちらね、まあめちゃくちゃ強いです。まずリーダースキル HP130 アップとアタックディフェンス170アップ、あとはまあ力属性のアップぐらいですね。はい。でスピリットブレイキャン、こちら必殺技ですね。アタック大幅上昇で相手にダメージなんですけど、それより超必殺技の方が強い。一旦アタックとディフェンスが超大幅上昇し、相手に超極大ダメージを与える。わお。でこちらパッシブスキルですね。自身のディフェンス 80% アップ、ターン開始ごとにアタック 20% アップ、最大 80%。 まあちょっとスタートに時間がかかるタイプですね。で二次キダマか力キダマ取得ごとで、さらに記録プラスに、敵必殺技を中核率で無効。強すぎる。でこちら今回実装されたアクティブスキルですね。こちら見ていきましょうか。ファイナルシャインアタックですね。4ターン目で開始できるんですけども、こちら、バトルロードとかでも、バトル終わって次の相手の時にまたリセットされるんで、何回でも使えます、バトルロードとかでは。ただまあ1回の戦いの中では何回も使えることはできません。めちゃくちゃ強い、もう論外級に強い。はい。でこちらですね、トランクス GT、 こちら虹になりました。今回特艦覚醒されたやつよね、虹になりました。でまあこちらリーダースキルはよくて、まあ必殺技ですね。一旦ディフェンスが大幅上昇、まあカチカチになるっていうわけです。でパッシブが取得した気玉一つにつき、アタック 20% アップ、ディフェンス 10% アップ、二次気玉取得ごとにアタック 7% アップ、記録プラス1なんで、まあ基本的に連続攻撃に全振りしてます。で、まあダメージをなるべく最小限に抑えるっていう風になってます。はい。お、ごめんなさい、バッテリーがなかった。で次ですね、ベジータスーパーサイジンゴッド SS ベジータなんですけども、まあ、こちら必殺技から見ていきましょうか。必殺技はですね、相手に超絶特大ダメージを与えてディフェンスを大幅に低下。で、パッシブですね。パッシブは、アタック 120%、ディフェンス 60% アップ、必ず追加攻撃し、攻撃するために、攻撃するたびにディフェンス 7% アップ、最大 70%。まあ、要するにこちらもカチカチになるわけですね。で、ちなみに1突。で、こちら、虹のスーパーサイヤ人ベジータ。こちらまあ、アシストキャラといいますか、サポートキャラですね。で、まず必殺技、ビッグバーンアタックですね。まあ、ダメージを与えてディフェンスを低下させますよと。でこちらが強い、攻撃した敵のアタック 40% ダウンですね。で基本的に回避に全振りしてるんですけども、まあ、連続攻撃にも振ってよかったかなっていう風な気はします。はい。ちょっとこの割り振りについてはまた指摘ください。でこちらですね、スーパーサイヤ人3ベジータ、こちら極限 Z 覚醒してます。で、こちらもね、まあ、究極の壁要因で、まず必殺技が、まあ、こちらはまあいいかな、高確率気絶っていうことだけかな。でこちらが強い、開始から10ターン受けるダメージを 80% 軽減、攻撃する相手が気絶状態の場合自身のアタック 120% アップ。ちなみに1突していて、基本的に、連続攻撃と会心に振ってます。究極の壁要因です。でこちらも究極の壁要因、今回独眼覚醒が実装されたベジータ虹です。でこちらですね、アタックとディフェンスが上昇し超特大ダメージを与える。はい。でこちらパッシブスキルですね。孫悟空のゲフカテゴリーの敵がいるときアタック 60% アップし、ターン開始ごとに自身の記録プラス1、
それと必殺技発動時にアタックとディフェンス 90% アップ、 HP60% 以下の時に、気力プラス6、ディフェンス 60% アップとなってます。で基本的にまあこういう風に必殺技を打てばカチカチになるんで連続攻撃に振ってます。で、こちらフレンドのベジータ4ですね。まあこのパーティーでねやっていきたいなと思ってますんで、ではやってみましょう。はい、最初はベジータ戦ですね。先頭にトランクスを置いて次にベジータ4、それからベジータ3に行きましょう。ベジータ3がねちょっと気力リンク弱いんで後半に回します。まあこんな感じで、はい、フィニッシュバスター、はい、お2ゲージ半ぐらいか、まあこれで3ゲージぐらい、オッケーオッケー、はい、これかっこいい、はい、ファイナルフラッシュ、はい、オッケー、一発 KO ですね。ええ感じの滑り出しです。はい、次はスーパーサイヤ人孫悟空ですね。こちらですけども、ギャリック砲は真ん中に置きたい。でベジータ砲を先頭、ギャリック砲はね基本的に必殺技を打たなければディフェンスアップしないんで、まあ真ん中に置くのがベストかな、そう思ってます。これではちょっと倒しきれんかな、普通の必殺技なんで倒しきれないなとは思います。スピードブレイクキャノンで、だいたい2ゲージ3ゲージ近くか、おい、ギャリック砲かっこいいっす、このベジータはかっこいい、めっちゃ食らうやん。あ、必殺技ちょっと食らうかな、5万6万ぐらいか、はい、ガンマバーストフラッシュ、会心は入らない、ただまあ次で終わりですね。 OK 終わりました。まあまあこんな感じでいい感じですね。次行きましょう。はい、ここからですね、ゴジータでベジータ4を先頭に置きましょうか。で基本的に耐属性のベジータは、相手にディフェンス低下アタック低下与えられないんで、まあ、ケツに回してちょっと今回はお役御免で、おカチカチや、カチカチすぎる、いいね、いいよ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 、こんな感じでね通常攻撃に至って全然食らわないです、うい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 、まあこれはそんな食らわないかな、1ゲージ、うわ半分しか食らわねえ、全然食らわん、はい、フィニッシュバスターでまあ食らわねえか、まあまあまあこれでようやく2ゲージぐらいですね。おお、やめて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 、いやこれまずいんちゃう、6万7万ぐらい、13万、えぐいえぐい。でここでベジータ4のアクティブスキルがたまったんですけど後半に回します。で耐属性のベジータを真ん中に置いて、まずはベジータ4で攻撃します。まあギャリックブレイザーはそんな食らわねえと思うんで、ではい、はい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 、ファイナルフラッシュ、2ゲージ、うわ1ゲージ分しか食らわねえけど、まあカチカチなんで30、20、全然食らわん、80から最後、はい、でギャリック砲、このベジータの勝ちがカチカチ具合もちょっと見てほしいんですけども、ほい10、全然食らわへんでしょ、すごい、もうこの壁ジータはい75、いいね。でここでゴッド SS ベジータが覚醒なんで、まあこのゴッド SS ベジータはちょっとレギュラー陣に入れましょう。でトランクスをちょっとケツに回します。まあなんでかっていうと本当はまあスーパーサイジン4ベジータをケツに回すよっていう話なんですけども、今回はまあベジータ4の動画でもあるんで、まあなるべくねこいつはレギュラーに入れましょうか。はい、どれだけ食らうか、ファイナルフラッシュを食らえ、会心入ればいいけど、会心入るか、入らない入らない入らないね、これもまあしゃあない。はい、ここでこれのベジータ4のファイナルフラッシュは炸裂する、食らわねえ、あ俺のじゃなかった、フレンドのだった。まあでもこちらもね結構カチカチなんで、おいフィニッシュバスター、うわーあと2ゲージ、うわーやめてやめてやめて、ちょっとね必殺技やっぱり痛いですね、
これ打ちすぎやろ、オーバーキルや、6万くらったしで、ここはベジータ4を先頭に置いていきましょう。で、ですね、取ってちょっと回復しつつっていう感じでいきましょうか。で、これで蹴りをつけたい。うん、まあまあ全然食らわんね、やっぱり。これで倒せるかな。1ゲージ持っていけるとは思えねえんだが、おお、会心入って持っていきましたね。オッケーオッケー、ギリギリなんとかクリアしました。では次行きましょう。さて本番ですね。でここでちょっとアクティブスキルを使っていきたいなと思ってます。では打ちましょう。はい、本当の戦いはこれからだ。今の俺は誰にも止められるぞ。いやー、このドッカンバトルもね、ようやくボイスが入ってね、めちゃくちゃいいですね。うわ、全然食らわねえしそしてこのドヤ顔マジか。まあここはちょっとゴッド SS ベジータのやっぱり出番ですね。で、まあ回復しつつ、で3ベジータで、まあ必殺技打たなくていいんでこれでいきましょうか。はい、会心が入ればでかいんですけど、入るかな。入った、 OKOKOK、 でかいでかいでかい、いいね、いいよいいよ、張り切っておる。そしてこいつも結構カチカチ、いいよいいよ。はい、ここでファイナルフラッシュが炸裂するよ。はい、いいね。1ゲージ、うわー、まあ1ゲージぐらいか。押し返した、いいね、いいよ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 。ただこれは食らわね、あんまり食らわんかったなまあこいつあんまり当てに。で26、 OKOK で、おお、これはギャリック砲真ん中だろ。でファイナルシャインアタックを打ちましょう。戦いはこれからだ。今の俺は誰にも止められんぞ。ファイナルシャインアタック。全然食らわねえそしてこのドヤ顔、くそー。まあでもしゃあない、フリー属性やからね。まあこれ取ろうか。で、まあ適当に。でこの耐属性のね、エリートのベジータは気力リンクが結構いいんで、やっぱりこいつはかなり使えるやつですね。与えるダメージも結構高いし。お、回心入った。そして全然食らわない。これもしかしてギャリック砲で終わるんじゃない？終わるかな。終わらねえ、もうちょいもうちょい頑張れ。全然食らわんよ、このエリートには全然食らわん。残念だった。あ、これフィニッシュバスターか。フィニッシュバスターで終わるの、あ、やめてやめて、こっちがフィニッシュされる、やめてくれ。いやー、食らうな、多分7万、あー、7万4000、 OKOK。 じゃあここは消し飛ばしましょうか。ちょっとベジータ4で終わりたかったけど、ちょっと無難に行きますわ。ファイナルフラッシュで吹き飛ばしましょう。ドッカンゲージも溜まってたな、それ。食らわんよ食らわんよ、全然食らわん。でここドッカンモードはもういいでしょう、多分もう倒せるんでスルーしますわ。これで消し飛ばしてやるよ。オッケー、いけ、ゴール。はい、ってな感じで、ご視聴ありがとうございました。ちょっとまあ今回フリー属性に挑んだんですけども、結構いいぐらいのカチカチ具合ですね。やっぱりまあちょっと必殺技が来たらちょっときついですね、やっぱり。ってな感じで、ね、この、カビジータデッキね、皆さんぜひ試してみてください。かなり強いです。ご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、さよなら、バイチャ、 See you。 よいしょー、わっすいわっすいわっすい、よいしょー、わっすいわっすい。